跡の瞬間を捉えたものを見ていきたいと思います。まずこちらですね。手前のね、おじさんたちがボードゲームをね、しているんですが、そこにね、おそらく後ろの子たちが蹴ったであろうボールがね、飛んできているという決定的瞬間ですね。もう子供のね、顔がね、すべてを物語っていますね。優しいおじさんたちでね、あまり怒られないことを祈りますね。次こちらですね。運動会か何かでテントを立てて、この文字のついた旗をね、装飾していますね。一緒に行こう、死の世界ということで、ちょっと何枚かね、旗が裏返ってしまって文字が欠けているんですが、そのせいでちょっとやばい標語みたいになってしまっていますね。一緒に行こう、死の世界。見た感じ3文字ぐらいね、裏返っているんで、もともとはね、なんて書いていたんでしょうね。もうこのままでは地獄にね、誘われてしまいます。でこちらですね、志村けんさんの銅像披露というニュースの動画ですね。その関連動画にこちらですね、サムネイル大丈夫だというね、セリフの載った動画がね、出てきていて、これも志村けんさん関連かなと思いきや、オレオレ詐欺、運転手が必死の説得、高齢女性はというね、全く関係のないニュースですね。ですが志村けんさんとね、大丈夫だというセリフで志村けんつながりをするというね、もうこれは奇跡の瞬間ですね。もうオレオレ詐欺の疑いがあるときは大丈夫だと言わずにね、疑っていきましょう。でこちらですね、野球の試合中ですね、こちら中日のね、マスコットキャラクタードアラがね、上から落ちてきたような決定的瞬間ですね。まあおそらく宙返りをしたタイミングだとは思うんですが、もう上下綺麗にね、ひっくり返ったところで撮られた写真ということで、もう座標がバグったのかなと思う画像ですね。このね、スポーツはね、結構奇跡の瞬間があるということで、次こちらですね、サッカーですね。もうこのようにフォークダンスをね、踊っています。もうこれカップルつなぎしてませんかね。指を絡め合っているようにも見えるんですが、もう腰にも手を当ててますしね、ボールそっちのけで踊っています。しかしこれはね、ダンスではなくサッカーということで、もうこのね、奇跡の瞬間、非常に芸術点は高いんですが、点はね、入りません。次こちらですね、野球の試合中の観客席ですね。こちら飛んできたバットがね、このおっちゃんの顎にクリーンヒットしていますね。周りの人もね、避けようとしているんですが、このおっちゃん気づかなかったんでしょうか。もう顎に当たったということで、かなり痛そうなんですが、生きていてほしいですね。次こちらですね、これリレーの決定的瞬間ですね。もう地面をね、見たらわかるんですが、雨がね、降っていて滑りやすかったんでしょう。このランナー、この角度で傾いてたら、もうさすがにここからね、踏ん張って立て直すのは無理なんじゃないかなと思う角度ですね。もう疾走感はね、むちゃくちゃあるんですが、とんでもない体感をしていない限り、ドロンコになってしまうという決定的瞬間ですね。次こちらですね、緑色のケースをね、たくさん積んでいるんですが、その崩壊の瞬間ですね。この手前の人のね、危機察知能力偉いですね。これはもう倒れるぞと察知して、胃の一番にね、現場から逃げようとしている、こういう人が生き残るんですね。まあよくね、ここまで緑色のケース積むことができたのと、そっちも関心なんですが、もうこの一枚でね、いろんな物語が見えてきますね。非常にね、情緒のあふれる一瞬だと思います。ということでね、奇跡の瞬間はいつ訪れるかわからないので、見逃さないようにしましょう。以上です。